犬雑学。警察犬にはチワワも、いる。警察犬には小型犬もいて、トイプードルやダックスフンドもいるそうです。そんなチワワは犬種では最小で、大人になっても 1.5 キロから3キロしかない。反対に大型犬のロットワイラー、セントバーナード、イングリッシュは50キロから100キロくらいになる。そしてギネス認定されている超重量の犬は156キロ。その犬の名前がゾルバ。チワワは主にメキシコが原産地で、メキシコにあるチワワ州からチワワと名付けられたようです。そしてギネスに登録されている犬の最高年齢は29歳と5ヶ月。人間でいうと130歳。ちなみに平均年齢は12年から15年です。世界一値段が高い犬はチベット原産でチベタンマスティフ。そしてその最高額が約2億円。犬の血液型は8種類ある。ちなみに人間の血液は4種類で、猫の血液型は ABAB の3種類。犬にもコンタクトレンズがある。おしゃれ用ではなく医療用です。犬には鼻毛がない。ちなみに鼻から入った異物はくしゃみで出すそうです。ワンちゃんのくしゃみかわいいね。犬も猫舌。ちなみに動物はほとんど猫舌。犬はどんなに悲しくても泣かない。ちなみにどの動物も基本泣かない。目の病気やゴミが入った時に涙を見せるらしい。そのような時は早めに病院へ行きましょう。古来より深い関係にある人間と犬。世界最古の犬種とされるサルーキは、遡ること紀元前6000年前のシュメール文明の時からいたのではないかという研究発表もされている。もしそうであったとしたら、人間と犬のその深い関係とは数千年もの長い年月に及び続いているということになる。